はい、このモデルは初めて。ゆっくりでも、はい、おお、なんとも言えない、このがっちり感がすごいですね。まあでも今そのローリングで下げてるんで、ちょっとふわふわしてるというか、あ、下行くと分かると思うんですけど、はい、結構柔らかいですね、はいはい、ちょっと硬い方がいいんですけど、あ、音結構ね、V8 サウンド入ってますね。そうですね、 V8 の音は微妙にですけど、もうちょっと欲しいんですか。もうちょい、もうちょい欲しいですね。普段あんまりこう踏まないんで。なるほど。ちょっとこう落としてる分っていうかね。そうです、落としてる分やっぱりふにゃふにゃしちゃいますね。うん、お、下からね、どこどこ聞こえてくる感じ。そうですね、なかなかいい音はするんですけど、でももうちょっと欲しいですね。ちょこっとだけでいいんですけど。はい、まだ静かすぎちゃって。難しいですね。難しいです。どうなの？太鼓ついてるやつぐらいがちょうどいいのかな。なんかあの太鼓付けと直感をなんかこうバルブで切り替えたりできるじゃないですか。はい、ああ、それもいいですね。そうですね。結構目線はあれですね、視界いいですね。視界いいっす、すごい見やすいっす。これは意外ですね。結構上から見下ろす感じなんですね。そうですね、まあそんな下げてもないですし、着座位置違うんだな、やっぱな。シートクーラーも一応ついてますんで。どこでした？左、これです、ね、あ、これ、はい、ブルーに点灯するんですね、これね。です、はい。あ、結構すぐ来ますね。すぐ来るんですけど、そんな効くわけではないんで、軽くですけど。すごいな。ここは道がいいんで。そうですよね。はい、そんななんかガタガタはしないですよね、今の状態でも。あんまり硬いとは思わないですけどね。これだと、だからしっかりしてる感じがしますね。そうですね。さすが。だからスピード上げてもね、はい、あんまりこうブレないんですよ。暴れる感じとかはないですね。セッティングそのものがもう違いますね。はい。国産車と。イベントライトとかも、はい、まあ、色が3通り変えられるんですよね。変えられるんですけど、やっぱりこういう、なんていうんですか、このハンドルとかの、はい、こういう色に光ってるじゃないですか、はいはいはい、こいつも、はい、オレンジに。その色が全然あの全く同じ色になるんで、この色が一番好きですね。統一感ありますよね、確かに。そうなんですよ。ここだけ青になると、ちょっと違うんですよ、ね。はいはい、そうですね、この内装ね、はい、からしても合ってる色が。でここら辺にボタンがあって、これが車高を上げるやつですね。あ、そこについてるんですか。これで車高を上げて、これスポーツにすると足回りを硬くするんですよ。はいはいはい、スポーツにして、これだとセンサーとか、これでナビ、ナビの向き、今向き変わってる。あ、すげえすげえすげえ。あ、こんなんできるんだ。そうなんですよ。すげえ。あとこのナビの明るさ調整ができてとか。ああ、いい感じですね。あとここエアコンで向きっていうのは新しいな。そうなんですよ。だからあのDVD 映して助手席の人に見せるとか。ああ、いいよ、見てないんだろうね。そうです、そうです。ナビを運転席が向けるとか、そういったのが。これは国産で見たことないな、ないですよね。ないです。画面はでかくなったりはしてるんですけど、はい、これも動きはないですね。すごいね。やっぱ違いますね。その、こだわるところはね、やっぱね、そうですね、メーカーごとに。はい。やっぱこう、なんていうんですか、重厚感というか。うん。感じはやっぱいいですね、いいですね。だから、その、
そのなんだ品質感っていうか、はい、あれはさっきまあ C クラスちょっと乗せてもらったんですけど、はい、共通してますよね、その品質感っていうのは。だから全然チープじゃないですよ。あ、はいはいはい、はい、まあ、小さいセダンのモデルって言っても全然チープじゃないですか、はい、ちなみに今がそのギアとかが今二足発進のモードになってるんですよ。これ何のモード？今コンフォートになってるんですか。ああ、じゃあ一番あれですね、ここのボタンで切り替えるんですか。そう、これでスポーツモードにできるんで、これにするとあのレスポンスも変わって、一足から出てくる、一足からになってちょっと引っ張るような形になるんで、ああ、パワー感も全然違いますね。多分全然違うと思います。はいはい、もう日本国内ではもうね、そうですね、一応使い道がないぐらいのパワー出ますね。380割くらいあるんですかね。あ、確か。もう高速道路のね、合流でね、はい、使うぐらいのそうっすね、しかできないっていう。そしてなるほど、ちょっと今スポーツにしたんでだんだんガタガタ言うようになるんですよ。はいはい、硬いですね、ちょっと硬く、はい、はい、なりますね。これは高速道路の時に使ったりする。高速の時はなんか勝手になるんですかね、うん、勝手に車高下がるんですよこれ。あ、ちょっとガタガタしますけど、はいはいはい、やっぱ安定してますね。そうですね、どこまでもこう出せそうなイメージがありますね。怖くないですね。あの、なんせホイールベースも長いじゃないですか、はいはい、安定してますよね。そうですね、バイクとかも結構、その僕のバイク結構重くてパワーがあるやつなんですけど、はいはい、やっぱり重さがあるとその分直進安定性とか、はいはい、こう結構いいっす。そうそうですよね、はい、今ちょっと車高上げます、はい、ローリングで普段下げてるんで、これで今上げると純正車高くらいにおそらくなると思うんですよ、はい、純正車高だとやっぱりそのあれ、さっきみたいなこう沈み込みがもうちょっとこうスムーズになる感じですかね。バランスがいいんかもしれないですね。そうです本来のね、本来のエア圧になってるはずなんで。じゃあ一番いいわけだ本当は、ね、そうです。いやー、でもしっかりしてんな。あのエアサスのね、故障の心配さえクリアできればもう、そうですね、バッチリです。そうなんですよ、走行中だけやめてみたいなね。走行中壊れるな。それは怖い、もうやめてほしいですね。そうですよね、怖かったですもん本当に。何が起きたんだ。いや、それびっくりしますよね、はい、でもまあ大事にならなくてよかったけどね本当。そうっすね、事故とか起きなかったんで。そうそうそう、高速とかだったら怖いなって、はい、高速やめてほしいっすね。事故やめてほしい。事故りますね本当。そうなんですよ、まあ、そういう情報もね、これから買う方がいたら、ね、あるかもしれないと思ってればね。そうですね、びっくりしないですからね。ただその予兆がないんで。怖い。あ、なんかこう下がってるとかそういうのないわけですね。ないっす、いきなりですね。はあ、それなんか予兆があればいいですけどね。そうなんですよ、なんか最近なんかね、そこだけ下がってるなとか、はいはいはい、そういうのあれば、朝起きたらそこだけ下がってるとかあればいいんですけど。国産なんかあるんですよね、よくね。あるんすか。はい、あのどっかがこう上がりきんないとか、ちょっと何かセンサーおかしいのかなとか、そういうのはあるんですけど、はい、そういうのがないですね。全然なかったですね。あ、でもあの、あ、これ今あれですよね、上げて、上げてですね、でかつコンフォート柔らかいモードにしてるんで、これはいいですね。結構こんなでガタガタ道でもこう、なんつうんですかね、スコンスコンっていう感じですよね。そう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 、ゴンゴンってこの凹凸を舐めるようにこう、はい、すごいなこれ。気持ちいいですよ、もう分厚いてるわけじゃなくて、はい、なんつうんだろう、こううまく舐めていく感じ。そうですね、このセッティングはすごいな。いいですね、はい、やっぱベンツで、はい、ですけどやっぱ車高上げるとかっこ悪いんで、はい、あんま上げないです。やっぱりあ、この乗り心地はね、やっぱりバランス的にはいいんですね。いいですね、うん、すごいなこれ。多分今下げちゃうと、はい、うわーってなる。下げますね、はい、多分うわってなりますよ。
違いがね、ここまでいいと分かりやすいですね。曲げた時が良すぎちゃって。確かにいいですね。いいですよね。いい、すごいいいです。なんやっぱ全体の作りががっしりしてますね。ボディもそうだし、そうですね、足回りのその剛性も高いし。ここ右でじゃあ、そういうのがやっぱそう車によって全然違うんですよね。あ、やばいなってもあるし、下げてるとやっぱゴツンゴツンきます、ね、あ、そうですね、きますよね。ちょっとやっぱ変わりますよね、はい、ちょっとした段差で来ますね。どうにかだから車外のエアサス入れようかなと思って、昨日あのニュージーランドボディ行ったんですよ、はい、直接話聞こうと思って、はい、どうでした。まあ高いっすね。いかがでしょ、ベンツは。ベンツでこれに一式変えると100万くらいって言ってましたね。はあ、100万はね、もう会社で。やっぱ会社は高いっすね、やっぱ高いっす。だってもう多分どの車種でも一緒みたいですけどね。全特化すると100万なんですけど、あの今ついてるサス4本だけ残して、そのコンプレッサーとかタンクとかを、あのニュージーランドボディのオリジナルのやつに変えるってなると、60万くらいって言ってましたね。でも怖いのが本体が破裂したんで、本体を残して、その、なんていうんですか、コンプレッサーとかだけ変えて、そこを上げ下げできるようにするっていうのも、ちょっとやっぱ怖い、リスクが残っちゃうんで、だったら全特化しちゃった方がとは思うんですけど、山100万はきついなぁ。なるほどね。今できることというとタイヤをちょっとちっちゃくして、で、あとはスペーサーとかでちょっと出して調整してみたいな、はい、まあそうっすよね。そうなんですよ、それくらいしかできないですね。このベンツはもうしばらく乗るんですか。しばらく乗りますね、はい、まだ買って半年ですからね、うん、そのならね、あの故障しやすいところをクリアできれば。そうですね、さすががちょっとやっぱ怖いんで、そこだけ。その事例があるから嫌ですよね。そうです、結構持病みたいな。あ、そうなんですか、はい、そこのモデルの。そうです、こいつは優しさが壊れるって持病だったんで。あ、そうなの。持病って聞いてますけど、まあどのモデルもねありますけどね。そうっすね、さすセルモーターはもう直りましたし、しっかりしてるな、さすがやね。でもなんか勢いついたのはリバース入れると壊れるって。あ、そう、なんか聞いたことありました。ちゃんと止まってからやばいらしいですよね。そのままいっちゃうっちゃ。特にこいつミッションが壊れやすいんで。あ、本当ですか。はい、ミッションが壊れるって。特にあのコンピューターもエンジンの上にありますし。あー、見ましたね、あれはやばいっすね、うん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はあ、ハハハハ。